に入れてください。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。始まりましたね、何かね。はい、その聞いてくださいアピール。もしもしもしだよね。もし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 、聞くしかないね、もうね。聞いてるよ。なんだよ。お、聞いてくれるの？目が聞けみたいなことやってんだろ。おー、なに？記者さん。何さん？チューしたいなあ、チューしたいなぁ。それは俺だってしたいよ。でしょ？子供みたいなこと言ってんだよ。中学生じゃん、この話。中だけに。そういうことですよ。勝手にしろよ。俺女の子をぽっくり落とすのが。ぽっくりって言うの。そういう落とすような注意したいな。勝手にやれよ。医者さん得意ですよ、そういうの。全然得意じゃないよ、俺。これぽっくりさんって。誰がぽっくりさん。誰がぽっくりさんだか。そういう注ね、したいんだよね。アドバイスくらいはできるけど。俺、じゃあこういうアドバイスよ、いい。じゃあ、デートしました。はい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 。帰り、ペデストリアンデッキ、あの、座っとこ、あっぺん。いいね、いいね。帰り、座って、いいムードになって、なんかちょっとやって。はいはいはい。俺もよくやったってたぞ。嘘だね。なんだよ。おめえもやったってたよ。いいよな、成功するから大丈夫。ペデストリアンデッキ、人いっぱいいるでしょ。いいな、あそこ、カップルしとって、みんなチュン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 してるのよ。見ろ、レッペよ。どうすんの、シャメのことライドして、ブローにアップされて叩かれて、俺死ぬぞ。いや、お前、死骸こそ激しいな、お前。確かに、見られて、見られるとこいいんだべ。うん、ビールの亀とかに行って、何、何したら、チュンってやって、もう何すんのよ、みたいな。流れに持ち込む。嘘だな。なんだよ。これ、やってねえかな、これ。見られっぺよ。いや、もう誰にも見られねえべ。工事現場のおっさんとかに見られっぺよ。暴力だよ、完全に。おい、7番のスパノットで、スパナ、スパナ。あら誰なんだ、それ。見てとかすんねえべ、上から。誰なんだ、そいつよ。テレコネクションいいよ。ちょっとなぁ。エレベーターも。エレベーター？なんか言ってんだよ、エレベーターなんか早く2人だけの空間でちょっとやればいいじゃん。また見られっぺよ、そのおっさん。いや、もう完全に2人きりの空間乗ってるんです。後ろガラス張りだったら掃除のおっさんに見られた。まだおっさん見れてんだよ。おい、7番のスパン取れたか。あら何やってんの、こうやって掃除してよ。知ってっかもしんねえべ、こうやって。じゃあいい、いい、それ考えてやめようじゃ。じゃあいい、あのカラオケ、カラオケは定番よ。カラオケはデートスポットの電話中したらいい。ちょいちょい店員さん入ってくるでしょ。そのおめえが注文すっから入ってくるよ。中だけに注文しなきゃ入ってこねえべ。だって注文しなかったらどこかなんかくじなんか入ってさ、癖があって注文なんかできねえとしたら一番最初に入った時にウーロン茶一杯だけくださいって頼んでる。それ飲んだらどうすんの。じゃあウーロン茶と一緒にお部屋も一つくださいって言いないから。それも飲んだらどうすんの。ピッチャーでウーロン茶くださいって言っとけ。それ飲んだらどうすんの。ピッチャー二つくださいって言っとけ。そんなに飲めんとやくせえわ。ピッチャー2つはくじうるがすとけ、とりあえず。まあそれでいいや。くじはうるがすわ。くじはうるがす。だってカラオケってうだとこでしょ。チュースとこじゃないと思うんだよね。彼女がうだってる時のこの無防備なあの左頬にしたらいいんじゃない。彼女は本気で歌ってんだぞ、おめえ。うかつに付き合ったら邪魔だ、邪魔だ、邪魔だ。邪魔だ、邪魔だ、いらねえよ。ほんで振り付けなんかしたらカン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 こんな振り付け。こんな振り付け見たことなかった。だから、浜崎あゆみだよ。浜崎にこだねえよ。あっかもしんねえべ、そんな。だったら、お前がうだってる時にチュースしろ。俺も歌ってる時本気でノリノリで歌ってんだぞ。なんかこうやって腕チューってやったらここが擦れてきてるわけ。俺若干今言えぞ。さじ加減だから曲と曲の間の間奏の時間があって感想の時にチューしろよ。二人寄り添って歩いて、ドアの愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ、愛してるじゃ、まだ足りないけど、せめて言わせて、幸せですと、いつも感想とかだよ。感想とかだよ。こういうところはしょうがねえべよって。スパスパ良かったんだけど。いいよ、一回考え直せよ、もうだから、そうか。ああ、俺、チューできねえのかな、このまんまだと。そういうことじゃねえよ。ああ、はい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 。はいはいはい、もう、このどうにでもなれ、俺。はいはいはい。こっちしたよ。階段のとこ、ここ叩いて、バラってなったら。落ち着け。何何何、お前からすんじゃない。無理、あの、なんとかして、あっちがする状況を作り上がる。どうやってすんの、そんな状況に。一回死にかけろ。どういうことだ、だから。キゲさんよ、これ。何一回溺れんのよ。ああ。したらほら、人工呼吸って手が。どうやって溺れればいいの、海に行って釣りでもしましょうって言ったよ。岸だけに。じゃあ言ってねえよ。釣り行きましょうって言って、こう釣り行って、ああ、つまずいた、どうもって言って。溺れて。お前あの浜辺に着いたら何分後かにはできる。10分だけに。言ってねえよ、一言も10分。何分後かには中ができますって、これ。その時、彼女が助けてくれるって鍵ねえべや。そんな溺れてる状況見たら、もうマウス2マウスするしかねえべ。だって慌てるために船着き場のおっさん連れてきた。おっさんを連れてくるんだぞ、これ。おい、スパナーよ。あら職を転々としすぎだぞ。そんで間違って俺死んでみ最後に注射のおっさんだぞ。閻魔様に乗って言えばいいな。空
椅子はまだ中年だよ俺は。おいおいおい、あーコーヒー、こうなったらいい、俺がしてやる、来い、俺の口から開いてるぞ、さあ注意しろ、さあ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 フォー俺の口から柔らかくて提供なんだよ、俺気持ち悪いやかしら、注意してやるっつってんのに。だって石垣と注意したらさ、なんか誰にも見られないと石垣行くべや。言ったら注意したらお父さんに見つかったらどうするの。俺言い訳しとくから、あいつスパン飛んねえからやさっきから出てきてあらーってなるでしょ。カンペ直せ一回、ちょっと落ち着かせていった方がいいよ、冷静なとこで。時間ください、ちょっと冷静なら、どうしたらいい、まず一回さ、注意してもらっていい。いい加減にしろ、頑張りました。